な、ああ、ああ、公園か。もう子供の頃よく入ってきたところ。あたりはもう薄暗くなり始めていた。僕たちは視界が良好なうちに見つけた公園の夕暮に身を潜めた。お腹空かない？私何か探してくるよ。まあ、女の子に行かせて申し訳ないな。優が明るい調子で言う。なんとなく無理をしているのは分かった。多分ここまで離れていれば、今出歩いてても誰にも見つからないと思うし。それに私一人なら身動き取りやすいからね。大丈夫、心配いらないよ。いや、けど言う。何食べたい？さすがにもうカップ麺飽きちゃったよね。レトルトのカレーとか取ってくるよ。レトルト食えるか、この状況で。あと必要なのは飲み水とガスコンロ。近くのコンビニで揃えられるかな。ユウは僕の言葉を遮るように自分の話をし続ける。なんかちょっと過保護がどんどんさらに過保護になっていっきょう、暴走していっきょうなの感じがするぞ。表情をコロコロ変えてはいるけど、それが本心じゃないことぐらいすぐに分かった。何かに焦っているみたいだった。ひとまず今日はここで休むとして、明日からはどうする？移動する？私はまあこのまま2人この中で暮らすっていうのもいいかなって思ってるけど。同時に、優に無理をさせている原因は僕にあるんだとも、うすうす感づいていた。僕が周囲の状況に、特に優の言うことに流されてばかりで、自分で決断することを避けていた。それが優に全部背負わせていることになってしまったんだ。そしたらマットレスか何か欲しいよね。ちょっと無理をしてきているゆうちゃん。あーでも中に入りきらないかな。狭いし寝袋とか、なんかキャンプみたいで楽しそうだよね。ずっと考えてはいた。こう選択が本当に正しいのか、逃避行を続けることが正しいのか。そもそも僕はみんなの元へ戻ると優にはっきり伝えていたはずだ。でもその思考が、この一週間の逃避行で少しずつ変化して、ブレてしまったようだ。ごめん、京介。俺がゆうちゃん大好きすぎて一緒にいたくなった。俺のせいやな、ごめん。さらに二階堂に居場所を探られ、前触れもなく接触しかけた。逃げる必要はないという可能性をちらつかされても、としさに判断できなかった。だから決めなくちゃいけない。でも寝袋の方が携帯もできるし、後々楽かもね。2人でいつまでもあちこち転々とするの、なんだかんだ楽しそう。戻ろう、ユウ。みんなのところに。決意を決めた。ピタリと陽気な語り口だった優が硬直する。このまま逃避行を続けようにも限界がある。何も解決だってしないし、どんどん僕らの立場が悪くなるだけだ。優柔不断だった京介に決心がついた。悪くなったっていいよ。京介と一緒にいられるなら、どうせ戻ったってみんな京介を悪者にするだけなんだから。本音がこぼれた。でも何かしらは進展するはずだ。二階堂の言っていた僕のアリバイだって、それが本当か罠なのか判断しようにも、逃げていてばかりじゃ無理だ。進展しなくていいじゃん。何を言ってるんだ？とどまっていれば変わらなくて済むんだよ。今のまま変わらずにいられるんだよ。ゆうちゃん。僕はそれを望んではいない。ゆうの呼吸がかすかに変わった。
何かしらの感情が吐息を震わせているように聞こえた。お互いが疑心暗鬼なまま黒の世界だなんてわけのわからない状況にとらわれ続けることを僕は望んでいない。消えた東国や影山のことだって気になる。黙ったままの優を見て説得するなら今しかないと思った。僕らが今ここで動き出せば何かが解決するかもしれないんだ。それは本当に些細なことでしかないかもしれない。僕の疑いが晴れただけで結局振り出しに戻るだけかもしれない。それでも今の僕らには価値があることなんだと思う。買わないといけない時が来たのかもしれない。だとしてもやだよ。わあ、宗介に戻ってほしくない。やめてやめて、ゆうちゃんそんな力が出てきたら決心鈍るから、やめて。胸の膨らみが大きく見えます。ゆう、だんだんとゆうが逃避行を続けたがる動機がわからなくなってきていた。なんか京介くんに助かってほしいというよりは、もうゆうちゃんの中でさ、京介と一緒にいたい、二人きりで一緒にいたいっていう欲望が爆発したような感じだった。なんかさ、まさにいつぞやにローが言おったモモの自己中心的なところがあるみたいな、まさにそういうのが的中してきたような。僕の身の危険を案じての行動だけではない、そんな純粋なものじゃない気がした。ユウが心配してくれているのは分かってる。でも僕は行くよ。変なところで京介は優しいな。茶化すなって。とにかく話してくれユウ。僕はみんなのところに戻って身の潔白を証明するべきなんだ。そのためにも僕は二階堂と話をしてくる。アリバイルート突入です。その瞬間、どうした？何？あ、あ、ごめんなさい、アリバイルートなし、なし。ユウが僕の胸に強く寄りかかってきた。優しく押し戻そうとするが、彼女は離れようとはしなかった。とうとうユウちゃんの欲望が爆発しちゃった。カレンちゃん、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 カレンちゃん。なんで？ねえ、なんでなの？なんでカレンちゃんなの？どうしていつもカレンちゃんばかりなの？え？ユウちゃんの方が、ユウちゃんの方がヤンデレなんですけど。なんでって、アリバイを証明できるのは二階堂かもしれない。そうじゃない、そんな悲しそうな目で見ないでよ。目と鼻の先にユウの顔がある。悲壮感で歪み、うっすらと涙をにじませていた。なんで私じゃないの？ずっと近くにいたんだよ。ちっちゃい頃から私は京介と一緒だったんだよ。今だってこうしてそばにいるよ。なのになんで京介はそうやってすぐカレンちゃんのところへ行っちゃおうとする。私のことは選んでくれない。家族みたいに接してはくれるけど、みたいからは絶対変わらない。みたい、家族みたい。ああ、それがね、ずっと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 つらかったんだよ。これまでずっと溜め込んでいた何かが燃え出しているかのようだった。ゆうちゃん、
わあ、これは心苦しいわ。俺はゆうちゃんが好きだから。メインヒロインの中で一番ゆうちゃんのことが好きだから、やめて。やめてよ。俺が気持ち好きだったら、もう抱き返すもん。抱き返すもん。そして、もうキスまで行きそうな気がする、このままだ。わあ。ゆう、もしかして。もしかしたけど、もしかしたけど、ゆうは、僕のことが好きなんじゃないの？は、あると思いますね、やけど。どぶろっくからの天津木村なんやけど、ユウが涙を流していたことも、離れようとしないことも、そもそも二人の逃避行をかたくなに続けようとしていた理由もようやく分かった。ユウ、これそんなに欲しかったのか？これ、あげるよ。スペイン坂でユウが欲しがっていたガチャガチャ、何度チャレンジしても当たらない優が少しだけかわいそうであげることにした。ありがとう。京なんだい？どうかした？二階堂たちの方へ戻ろうとして呼び止められる。優はあげたばかりのカプセルをぎゅっと握っていた。ずっと。ずっと僕のこと好きでいてくれたから、二人で逃げようと。うわー、甘酸っぱいなー。ユウはずっと欲していたんだ。こうして二人きりになれる永遠に持ちた時間を。それを守るために僕を二階堂と引き合わせまいと拒絶し続けていた。わあ。アダムとイブになりたかったんか、お前は。お前は。ヒロインレベル高すぎだろ、お前は。ユウは黙っていて答えない。答えるのを戸惑っている素振りすら見せた。ユウは僕のことを好きでいてくれた。あのスペイン坂の時からすでに、あるいはもっと昔から。けど、ユウは、僕がユウの気持ち気づいていないことも察していた。むしろ他に気が回ってしまうじゃないかと恐れていた。だから今みたいに二階堂との接触を避けようとしている。は、悲しいヒロインをもう演じてるような、悲しいヒロインになってるような感じになってる。点と点が全てつながり、真実が像を結ぶ。そうして見えてしまえば、なんてことないほど分かりやすい。愛情や嫉妬という人間の感情の話だってのに、気がつくまでに時間がかかりすぎた。そのせいで僕は、ユウをこんなにも追い詰めてしまったのか。ごめん。わあ、なんか東京クロノスが恋愛ゲームみたいになってる。何それ？ごめんって。なんで京介が謝るの？え？謝るぐらいならキスが欲しい。やっ気持ちなんかなくてもいいから。わっ、ほんまに恋愛ゲームみたいになってる。僕がユウを追い詰めてしまったんだと思った。だからといって僕は僕自身の気持ちは裏切れない。ごめん、ユウ。キスはできない。わあ、そんなの分かってるよ。俺が京介君だったらいくらでもキスしちゃうんだけどね。ユウの気持ちはすごく嬉しい。今更だけど気づけてよかったって思う。
食っちゃうのか。僕は改めてユウを説得しようと彼女に向き合った。でもだからってこれは個人の感情だけで動いていいことじゃないんだ。わあ、でも胸苦しいなこれ。私は死んだ。犯人は誰？これは、こう世界は、すでに人の命が関わっている。もっと対局を見よう、ユウ。何も解決せず、何も変化しないことが、この黒の世界においては一番の悪手だ。僕たちが戻ることで、そこに必ず変化は生まれる。だから、もう帰ろう。みんなのところへ。コクリート、ユウの頭が縦に動いた。ありがとう、ユウ。見よって、見よるこっちもなんか胸が苦しいな。そして、ごめん。それは口には出せない。その一言だけは、ここをお腹にしまっておくことにした。お互いのためにか。クランブル交差点に戻ってきた時には日が落ちていた。普段はそのくらいの時間になるとみんなホテルに戻っている頃合い、誰かと遭遇できれば運がいいぐらいの気持ちだった。これはこれは犯人様のお出ましだ。お前の声久しぶりに聞いたな。余韻に持って廊下というのが正直な気持ちだった。みんなはおらんのかな。どうしたこんな時間に。仲良くお手手なんてつないでさ、自首しに来たのか。他に誰かいないか。神谷か町工事や二階堂でもいい。まだみんな戻ってきてへんか。仕方かよ。ああ神谷ならそこにいる。どこ。おた。桜井、それに桃野も戻ってきたんだね。うん、決心がついたというかね。うん、心配してたんだ。もしかして二人ともそのままどこかへ消えてしまったんじゃないかって。特に町工事君はずっとああでもないこうでもないとうるさかったです。あいつが一番友情に関しては強く反応するだろうな。彼が一番心配していたってことだよ。不安で落ち着かなくもなるさ。そうですね、人一倍優しい彼らしい一面です。お前本当に思ってるか。その言葉本当に思ってるか。お前、二人の相変わらずなやりとりを見てふとようやく戻ってこられたんだなって気持ちにさせられた。確かに。その町工事は、あと二階堂も。特にカレンちゃんがおることが重要なんよな、この状況。何かが変わるっていう一番の変わる左になるんがカレンちゃんのはず。二人とももうホテルで休んでるよ。特に二階堂は怪我したんか。おいおい神谷、何のんべんだらりと喋ってんだよ。こいつが影山たちを消したって疑いはまだ何一つ晴れてないんだぞ。もう少し警戒したらどうよ。ローは敵だった。ローの言葉で柔らかくなっていた空気が這い詰める。何度も言う、犯人は僕じゃないけど、現時点ではどう説明したって疑いが晴れないことも分かっている。でも疑われると分かっていて戻ってきた。何か理由があるんだね。そうなんだよな。理由も何もねえだろ。素直に自首しに来ました。僕がやりましたって認めろよ。いい加減。お前は黙ってろ。ロー、少しは桜井の言い分も聞こう。そうだそうだ、神谷君いいぞ。みんなの味方ぶりは相変わらずだよな。神谷が制止するとローは面白くなさそうに言っておとなしくなった。神谷が僕の目をまっすぐ見つめる。いいよ、聞くから話して。そう無言で言われた気がした。今日の昼ぐらいに二階堂と接触しかけたんだ。僕はここ1週間
優と建設中のビル内で身を潜めていたことと、二階堂が踏み込んできて生殖を図ったこと。一度は接触を避けビルを抜き出したこと、けど逃げることの限界に気づきこうして戻ってきたこと、すべての経緯を話した。でも二階堂がビルの中でどんな話をしたかまではまだ口にしていない。優が心配していた罠の可能性も否定はできない。だからこそここまで話した段階での神谷たちの反応を踏まえてから言う言わないを決めようと考えた。なるほど。もしかして二階堂が足に怪我をしていたのはその時に何かあったからかな。ああ足怪我しとったんじゃ。ああだから足音で気づいたってことか。そうかそうか。瞬間優の肩がビクッと震えたような気がした。ちょっと責任感じとるんやな。多分こっちが侵入者警戒用に作ったトラップに引っかかったんだと思う。足の怪我は大丈夫そうなのか。あの時の二階堂はどこか様子が変だった。やっぱり怪我をしていたんだな。いやごめん、怪我は足じゃない、肩だったかな。は？どういうことだ。違う、頭だったっけ。は？さっきからなんだよ、どういうこと。結局二階堂の様子は。とぼけたようにコロコロ言葉を変える神谷へ強めに言う。何言っとん。すまない、カマをかけてみただけだよ。どういうことだよ。変なところカマをかけてくるんじゃないわお前。僕たちが直接手を出したんじゃないかって疑っていたってこと。ことがことだからね。でも本当にどこを怪我しているかは知らないみたいだね。暗かったし姿を確認するよりも前にその場を離れたからな。わかった、二階堂の怪我の件は故意じゃないと信じよう。ほう、よかった。僕は内心で胸をなで下ろす。ついでに物組みの胸をちらっと見える。二階堂は平気なのか。何かがぶつかった拍子に少し額を切っただけだよ。止血さえしておけば傷は大したことない。ただ頭だからね、念のために安静にしてもらってる。そうか。そっか。あ、同じ反応やった。何にせよ後で謝っておかないとな。ともあれ二階堂が今ここへ来られないとなるとアリバイの証拠になる映像データは確認できないな。ちょっと歯がゆいな。ここでにカレンちゃんがおったら早かったんやけどな。ゆりちゃんもう泣くなって。ひとまずの経緯は把握した、話してくれてありがとう。気になるのはなんで二階堂が桜井たちに接触しようとしたのかってことだけど。そこ気になるよねやっぱ。本人からは何も聞いていないのか。うん、特に諸角は。神谷君でさえ知らないことを私が知っているはずがありません。絶対信じゃないんだよ神谷君は。絶対信じゃないんだよ。まあ諸角は裏表なくそう答えだろうとは思った。二人の言葉をそのまま信じれば少なくとも神谷と諸角は二階堂が一人ビルへ向かった事実じゃしなかったようだ。それにもし知っていたら僕をここへおびき寄せるための罠のつもりで二階堂をよこしていたのならわざわざ怪我の箇所で鎌をかける必要性はない。二階堂が怪我を負って帰ってきたことがあまりにも突然で事件性を帯びていたからこうして僕たちを警戒し鎌をかけたんだ。二階堂の一連の行動に神谷たちは関与していない、そう捉えて大丈夫そうだ。ならビルの中で二階堂が話していた僕のアリバイの証明についても話して問題ないだろう。二階堂が僕たちと接触を図ったのは僕のアリバイを証明するためだったんだ。
どうなる？アリバイ？影山が消えた時に何か証拠があったのか？目を丸くする神谷、どうやらカメラの存在には気づいていないらしい。二階堂が未だに誰にも伝えてないからだろう。具体的な証拠が何かはわからないけど、二階堂なら僕のアリバイを証明できる。その証拠も手に入れている、そう言っていた。その証拠が二階堂の持つカメラの中のデータであることは伏せた。もし優を除いたこの場にいる誰かが証拠隠滅を図るとも限らないからだ。ちょっと待って、カレンちゃんにいい思いはさせないからって、ユウちゃんが証拠隠滅ないか、それはさすがにないか。ごめんごめん。本当ならその場で僕も接触して確認するべきだったんだけど。ごめんな京介、俺がユウちゃん大好きすぎてね。ユウちゃん俺だったらキスしてた。突然のことすぎて一度冷静になってから考えようって思って。それが記事と出たか表と出たかはまた分からんな。だから僕もその証拠が何なのかまでは知らないんだけど、二階堂は間違いなく証拠を持っていて証言できるって、随分虫のいい話だよな。誰の考えた筋書きだ。事実を口にしただけだ。そう思いたいなら勝手に思えばいい。そうだ、これはね、誰かが書いた筋書きとかそういうんじゃないんだよ。人生を誰かが書いた筋書きだと思っているのかお前は。よせ二人とも、今ここで口論しても無意味だ。二階堂が何か話してくれないことには何も判断もできない。そうやな、まずカレンちゃんのところに行くべきだと俺は思うんやけど。ひとまず今日はここまでにしておこう。どちらにせよ明日にならないと二階堂から話は聞けないんだ。改めて明日二階堂に詳しく話してもらう。やめて、その流れ明日にはカレンちゃん消えてましたみたいな流れになりそうで怖いんですけど。そうかいそうかい、そういうことなら俺はもう寝る。寝ろお前、安らかに眠れお前は。ロウは面白くなさそうに答えるとその場から去っていった。僕もそれで構わない。わかった、ただ現時点では桜井の容疑が晴れているわけじゃない。悪いけど一時的に監禁することにはなるけど。それはしょうがないと思う、受け入れよう。それが妥当だろう。僕もキャミアの立場ならそうしていただろうし、対局を見るなら容疑が晴れるまでは僕のことは警戒しておいた方がいい。もちろん仕方がないよ。困ったように笑いかけた神谷。だからこそ僕も潔く要望を受け入れたようなものだ。明日になるんかな、まだか。ホテルまでは神谷が付き添うことになり、諸角そして優斗はスクランブル交差点で解散となる。ああどうしたユウ。ホテルへ出発しようというタイミングでユウに止められる。え、キスならやらんぞ。不安じゃないの？多少はね、でもそれ以上にみんなを信じてるから。それは私のことも？もちろんだろ。もちろん。そう、ユウは一度大きく息を吸い、ゆっくり吐いた。だからゆうちゃんもさ、そんないつもでもそんな顔してないで、何かを決意したのかのように。分かった、私が何とかしてみせるから。ゆうの言葉を聞いてどうか安心する自分がいた。これをきっかけにゆうちゃんもちょっとね、この様子ならなんだかんだで二階堂とも協力して僕のアリバイを証明できするため動いてくれるだろう。ユウにはこれまで辛い思いや苦しい思いを知らず知らずのうちに押し付けていた。
かといって彼女の気持ちに応えてあげることもできない。けど他の何らかの形で償ってあげるべきだと思う。頭を撫でてあげるか。そのためにもまずはクローン世界の真実を暴き、元の世界へ戻らなくちゃいけない。任せるね、ユウ。未来の旦那からのお願いだぞ。あ、そうになったん？一週間？それって一週間って言わんのか。ここに来てから一週間で言いたいんか？ちょっと待ってよ、お前。その、監禁されてから一週間？ちょっと待って、カレンちゃんは？あと、ゆうちゃん、どうしたん？